やっぱり国家安泰、うん、これですよ、反乱のない安全な一つので、まあ、この社会、そういうのをですね踊ってるっていうことですよね、うん。まあ、各それぞれね獅子踊りありますけども、特にあのまあ角のある獅子踊りとかね、それからないのもあるし、でこれはどっちかといえば鹿の方ですよね。まあ鹿の踊りをですね、そういう団らんしてる一つのね、まあ苔をですね、こうこの獅子踊りに例えて再現してるような感じですね。やっぱりこの民族芸能っていうのはですね、やはり、まあ、多くの皆さんにね感動とかですね、生活に欠かすことのできないものとしては極めて貴重な役割も果たしてるんじゃないかなというふうに思ってますので、ですね、ぜひ皆さんにですね、この民族芸能を、ね、見守って応援していただければというふうに思いますね。